和平を申し入れた方が安泰でござる。おのれ、豊臣め。風魔はどこじゃ。豊臣秀吉、竹中半兵衛を暗殺するのじゃ。強大な軍事力を武器に乱世と乗り出した豊臣軍は、ついに小田原へと脅威の手を伸ばした。この進軍を恐れた北条氏政は、北条軍へと雇い入れた傭兵である風魔小太郎に、豊臣軍の頭脳である戦国きっての天才軍師竹中半兵衛と、豊臣軍を統治する覇王豊臣秀吉の暗殺を命じたのであった。よいか、この動き、誰にも知られてはならんぞ。行け行け。風魔天才軍師暗殺。半兵衛様、忍びが2匹紛れ込んだものです。なるほど、何の騒ぎかと思えばそういうことか。全軍警戒せよ、二人を捕らえるんだ。誰の差し伸べかは大体想像がつくけど。ここは守るようにと言ったはずだよ。半兵衛様、申し訳ありません。と言ったはずだ。そんなことつけたのに、ご挨拶なんじゃないの。死ぬんだ、貴様など悪の他人だ。やべえ、かなり強いぞ。思わず投げやりな指示を出したくなるね。よくないな、別の手を講じようか。できるのは修羅場をかぶっておるな。Yeah!
どけ、邪魔をするな。この顔を見たくなければお前は帰ることだな。俺様はこの仕事を譲るつもりはない。まあまあそう堅苦しく考えなさなくて、旅は道連れ、世は情け。ついてくるな、あっちへ行け。何言ってんの、行き先も目的も同じだろ。ためらいながら兵たちにも見習わせたいよ。これは兵の見直しが必要かな。誰がいる？誰だ？うん、この気配、何だ。俺たちの他にも同業者がいるか。我が子の働き、一刻を晴れなり。気づいているか、もう一人いるぞ。分かっている、用心しろ。ありえん、ありえん。忍び込んだのは二人と聞いていたが、となると君を送ったのは状況から考えて北条だね。北条は優秀な傭兵を雇っていると聞く。その忍びの名は、なるほど、確かに優秀だ。名のある傭兵を雇うか、いかにもあの五郎の考えそうなことだね。あんたの犬だ、なぜ邪魔をする。敵なのか、この子が全て来る。君は忍びに向いていないようだね。そこの彼を見習うといいよ。まあ俺たちの敵じゃないことは確かだ。悪いね、天才さん。三人相手じゃきついかい。随分とおしゃべりな忍びだね。その口は甲斐に逃げ帰ってから叩きたまえ。君の負けだ。終わりだ。来たまえ、まとめて相手をしよう。君の負けだ。北条ね、まさかな。この動き、ただものじゃない。嘆き、悲しんでいる暇は僕にはないの。なぜだ、こんなところで。秀吉、すまない。噂通りの腕だな。
あんたのことは知ってるよ。この世に存在しないというあの伝説の忍び、当たりだろ。バカな。お次は覇王暗殺か。お偉いさんが考えることはどこも一緒だね。あっと、ここで争う気はないぜ。俺様はあんたの邪魔をしない。あんたも俺様の邪魔をしない。誰かが豊臣を落とせば俺たち全員が幸せになれるってわけだ。やれやれ。稲葉山にて最初の任を成功させた風魔小太郎は、己と同様に竹中半兵衛暗殺の任を受けていた猿飛佐助春日に出会った。くしくも次の目的をも同じくする二人が同行する形となったのである。こうして三人は豊臣秀吉の暗殺を目的とし、豊臣軍が強固な陣を敷く山崎へと忍び込んだのであった。言った通りだ。あんたの邪魔はしない。んじゃ、よろしく頼むよ。気に入らないな。風魔覇王暗殺。さてさて、伝説の技を拝見しますかね。私は貴様が信用できない。好きにやらせてもらう。私に構うな。仲間なのか。何匹群れようと変わらぬわ。まぶしい。メガクラム。ほう、我が軍の砲弾を利用する。なあなあ、あとさ、どうしよう。また無視だよ。あんた、なんで傭兵なんかやってるんだい。サスケ、奴に困る。よろしくどうぞ。それしきて図に乗ると器の指令を。お前の意地、我に見せてみよう。ご覧あれ。あんたなら抜け人やっても余裕だろうね。ちょっと走り疲れてるけど負けはしねえ。たとえネズミ三匹とて全力で追い詰めよう。よい。ここ天王山に張り巡らされたるは雲の網。子供の頃あんたの話を聞かされたよ。あんた一体年いくつ。目にする日が来ようとはね。忍びやってみよかった。ふざけるな。真面目にやれ。短期で差し上げば勝ち目は薄いな。雨も嵐も乗り越えてここまで来たんだ。忍びは皆その名を知っている。だが本当にこの世にいるのか誰も知らない
天下の礎となろう。九曹猫を噛む人の力とは底知れぬものよ。おっと、お株を取られそうだな。そろそろ本気を出しますか。最初からそうすればいいんだ。お前か、安兵衛を倒したという忍びを。覚悟のほどはできているであろうな。この秀吉を暗殺とは、世の大局も図れぬ小者どもが図に乗るな。来い。忍びが何をしよう、我を崩すことはできぬ。お、もう始まってるな。短期だね。早い。なんて言うで、半兵衛を倒した。その敵を地獄の底で後悔させてやろう。なるほど。決戦をしよう。お前の技はあの二人とは違うようだな。その力を手に入れるため何を捨てた。この国に君だろう。ならば示せ、お前が捨てたものすべてを。豊臣はこの先必ずや脅威となる。あのお方のため貴様を討つ。ふうは小太郎、その正体は風。どうで疲れないわけだ。これも夢もまた夢、良い夢であった。いいくじ引いたのはあんただったか。こんなにも簡単に。ともあれ、これでお仕事完了。次に会うときはお互い敵同士だな。ま、お手柔らかに頼むよ。ん？なに？おおいおい、冗談。風魔が伝説と呼ばれる理由、それは風魔という存在を目撃した敵を例外なく抹殺したゆえであった。風魔は静かに、そして冷徹にサスケと春日の抹殺を敢行したのであった。サスケ、これはどういうことだ。知るかよ。来るぜ、構えろ。風魔、すべてを抹殺。
ゃねえ。この世に存在しない忍び、考えてみりゃ簡単なことだった。姿を見た敵は全部消すってことだ。来るぜ。あんたがその気ならそれでもいいぞ。帰り道に会っても文句は言うな。こんなところでやられるものか。あんたにはいいことを教えてやろう。一つ、俺様は見たことほど甘くはない。すごい、このままでは。悪いな、そんなに甘くねえんだろ。そうはさせない、そうはさせない。生きるか死ぬか、ここが正念場か。安心しろ、長い姿はもう終わってる。あっ、分身の術、かくらん。貴様が誰であろうと、卵を呼ばれる伝説という呼び名で私を殺せると思うな。二つ、甘くないのはこの女も同じ。これは北条の思惑か、それともあんたの本質か。なぜだ、なぜ私たちと行動を共にしたんだ。君を聞くなんざ野暮なだけだ。殺すときは殺す、そういうものさ。意識を殺せ、こいつを切ることに集中するんだ。やってくれるよ。あんた楽しいか。やられるものか。やっやっ、金術大臣狂乱。三つ、さいなら、あんたはここで死ぬ。これで終わりだ、風の悪魔。消し済みとなって消え失せろ。今回ばかりは助けられない、自分の命は自分で守る。大した口の利きようだな。私を見くびるな。忍びってのは死ぬ時は一人だ。あんたもそうやって生きてきたんだ。ついてこねえかい。なら分かってる。あんたで火の粉を踏むから、あの世で好きなだけ恨むように。見せろ。私は決して負けない。よくも悪か、春日。